んにちは。本日は講演の時間です。継続力を手に入れるための7つの方法ということでお話をさせていただいておりますが、本日はその4ですね。4週目、今回はですね、ちょっと変わってますけれども、次ひらがなにします。内食メニューを作る、なんじゃそりゃって感じですよね。これですね、やっぱり、継続力を上げるために、私が、高校時代ぐらいから取り入れている手法で、まあ、今でもその内食癖みたいなのですね、ちょこちょこ、電車の中とかでやることがあるんですけども、これね、私で言えばバイオリンの練習、バイオリンをちゃんと練習できる環境で、ちゃんと練習した方がいいんですよ。当たり前ですよ。その方がいいんですよ。だけど、その環境がないとき、その時間がないときに、今日はその環境を自分に用意できないから、練習しないんだっていう言い訳になってしまうじゃないですか。で、その自分で自分に言い訳をさせないために、内食メニューっていうのを作って、で、これは、まあ、内直メニューですから、大したことできないんですけども、でも、やらないより、マシっていうね、そういうメニュー。これをね、でも、作っておくか作っておかないかでね、かなり変わると思うんですね。で、私で言えばですね、鉛筆用紙でもよかった、高校の時に、授業中、鉛筆とかも、バイオリンの指を持つ、バイオリンの指を持つ、この右手の指の使い、肩の練習をこうで鉛筆でやるんですよ。鉛筆とバイオリンの指ってほとんどこう太さが変わらないから、パーテで指の体操をしたり、まあ、あとこう、左手の、ストレッチ、それを見えますかね、ここ小指と親指をつけてこうね、3本の指をこうやって順番に動かして、その順番を変えたりとかね、こう指の体操、ストレッチみたいなのを、したりとか、そういうね、内職のメニューみたいなのを、バイオリンに役立つ内職のメニューっていうのをいくつも作っておくんですよ。で、そうすると、電車に乗ってる間とか、学校の授業中、授業ちゃんと聞けって話ですけれども、あんまりね、別に興味ないなと思ったら、そういう時間をこうやって、ちょこちょこ、やってる。ね、で、そういう内職メニューってね、こう、いくらでも皆さん作れると思うんですよね。皆さんの継続すべきことの中に。で、そういうのを用意しといて、空いた時間。まあ、もちろん本当、やらないよりマシっていう程度のことしかできないんですけれども、でもそのやらないよりマシのことをたくさん積み重ねておくと、それがすごく大きな力にもなるし、何しろその冒頭にも言ったように、環境がないから、時間がないから、今日は全くやらない。っていう言い訳を自分にしないための、まあ、方法にもなりますので、ぜひこの内職メニュー、皆さんの継続すべき事柄の中で作っていただけたらすごく嬉しいなと思います。本日のお話いかがでございましたでしょうか。夏川祐介でした。